はい、こんにちは。電子音楽専門チャンネル北条伊勢屋のスケープレディオセッション2。どうも、音楽レーベルスケープレック東京の北条伊勢屋です。はい、本日第389回目の放送になります。今週東京オリンピックの延期が発表されました。さらに東京では25日に過去最大の40人以上のコロナウイルス感染が確認され、小池知事が都民に不要不急の外出を自粛するように要請しました。とは言っても1ヶ月以上の自粛の中、春ですし暖かい日もありますので、動きたい気持ちが出てくるのが人間というものです。本当に早くコロナウイルスの特効薬かワクチンを開発してもらいたいものです。さて、本日のスケープレディオはベッドルームからダンスフロアまでを魅了する最重要アーティスト、レコメン。本日はこの季節に聞きたい音楽をいきたいと思います。こちらのコーナーは電子音楽の中でもエレクトーニカやアンビエントなどノスタルジックで上々的ともいえる楽曲を中心に紹介しております。ベッドルームからダンスフロアまでも魅了するエレクトーニックミュージックの最重要人物、フォーテッドをレコメンしたいと思います。まずは過去作から、これぞフォーテッドという一曲聴いていただきましょう。フォーテッド Sing、フォーテッツ・シング聴いていただきました。レディオヘッドや FX ツインなど様々なアーティストから絶大な信頼を寄せるサウンド、素晴らしいです。ここで簡単にフォーテッドのプロフィールを紹介しますと、イギリス・ロンドン出身のミュージシャン、キエラン・ヘブテンのソロユニットがフォーテッドです。ポストロックバンドフリッチを結成し、15歳でレコード会社と契約、97年にアルバムデビュー、翌年からソロ活動を始動させ、40レコーディングス名義での作品を得て、99年にソロ作ダイアログを発表。以降コンスタントに作品を手掛け、フォークやエレクトロニカの要素を強調したフォークトロニカサウンドを構築。またリミキサーやプロデューサーとしても活躍し、ジャズドラマーのスティーブ・リードとの即興ユニットでも活動。2020年2年半ぶり待望のニューアルバムをリリース。はい、簡単にフォーテッドのプロフィールを紹介したのですが、スケープレディオでも何度もレコメンしているフォーテッドです。1978年生まれということで、80年生まれの僕とほぼほぼ同世代の電子音楽家の一人です。それでは最新型のフォーテッドも聴いていただきましょう。フォーテッドスクール、フォーテッドスクール聴いていただきました。フォークトロニカの生みの親によるキラキラなサウンドスケープ、いかがだったでしょうか。フォーテッドニューアルバム16 Oceans はテキストより発売中です。それでは恒例のスケープレックの業務連絡になるのですが、いよいよ明日3月28日土曜日、東日本大震災から9年、震災時に必要とされるロボットの進化に迫った特別番組、ロボティクスフォーハピネス、人とロボットが共生し共同する未来へ、メインコイテレビで放送になります。僕、北条伊勢屋が音楽を担当しました。岩手めんこいテレビでは14時25分から、福島テレビが16時から、そして青森テレビが日曜日の14時から放送になります。こちらもぜひチェックしてください。それではまた来週金曜16時に会いましょう。引き続きユファコーディレディオ盛岡をお楽しみください。北条伊勢屋でした。